アロハー YouTube。 はい、今日は、ちょっと G クラスのお話をする前にですね、このリョジチャンネルの方が、チャンネル登録者数の方がついにですね300人を、突破しました。ありがとうございます。本当にたくさんの方がですね、見てくださってもらってるので、まあそのですねちょっと感謝の気持ちを、込めましてですね、プレゼント企画の方を実施していきたいなと、考えております。で、またですねちょっと、メルセデスベンツグッズの方をですねちょっとご用意してありますので、またそのプレゼント企画の、詳細の方をですね明日の、このリョジチャンネルの方で、発表していきたいと思いますので、ぜひ、今日の動画も見ていただいてまた明日の動画も、チェックしていただければと思います。はい、では、今日の動画を、今日の G クラスのことですね、話していきたいと思います。今日は、ちょっと先日ですねお客さんから、G500 と G550 ってどう違うのっていう、質問をいただいたので、ちょっとそれをですね今日、動画で話そうかなとちょっと思うので、いきます。ですねまず G500 と G550、実際ですね僕が、乗った感想としてはまず、パワーですね、加速というかそれが、結構変わります。で G500 は、5000cc ですね、 V8 の 5000cc で、G550 はですね同じ V8 なんですけど 5.5 リッター 5500cc ですね、要は排気量が 500cc 増えてます。でその関係で、出力と、最大トルクの方も、アップしてるので、それの関係でですね、パワーを感じるというそういう印象があります。であとですね実際ちょっと乗ってみると乗り心地というかそれもですねだいぶ良くなってるなっていう風に感じました。で、それもですね G500 から、G550 新車の車体価格が、ざっと100万円ぐらい、上がってるんですけど、で、その上がってる分っていう感じですね。やっぱり良くなってるなっていう風に感じます。で、あと外観の方もですね、グリル、フロントグリルが、3本ラインになってですね、デザインも新しくなってますし、そうですね。あとホイールの方も、デザインが変わってるという感じです。でこれ今現在の中古車の、価格の方も、実際 G500 のですね状態が良好なものどうかな、だいたい5万キロから8万キロ以内ぐらいの、程度のいい G500 だとだいたい400万円台ですね。で同じく G550 の、距離が5万キロから8万キロで状態がいいものってなると大体500万円台っていう感じで、中古車の方も大体100万円ぐらいの差が、あるという感じですね。はい。で、100万円、大きいと取るか、小さいと取るかは、それぞれだと思うんですけど、車自体でいうとやっぱり G550のがいい車かなっていうふうに思いました。いい車というか、こう乗ってて
乗り心地、走り、そういう観点ですね。そういう面で G550 はG500 よりいいなっていうふうに思います。はい、そんな感じかな。はい、あで、あと、まあナビとかもですね、HDD ナビに変わってたりとか、音楽録音できる、機能だったりとか、そういう装備面も良くなってますね。はい、という感じで、今日は、G500 と、G550 の違いですねを、説明させてもらいました。ありがとうございます。それではマハロー。